それではやっていきましょう。今回のクリア率は約 5% ですね。それではゆかりさん、今日も頑張ってマリオメーカーの練習をしてみましょう。まずはこのコースからです。はい、よろしくお願いします、先生。あ、ゆかりさん。え？跳ね返ってきますよ。まあこれも勉強です。頑張りましょう。それでは今度は上から行って、先ほどあった扉に入ってみたいと思います。ほう、大丈夫でしょうか？おそらくあの扉に入ったらゴールなのではないでしょうか。私はそう思っているのですが。ゆかりさん、残念です。え？ゆかりさん、今持っているトゲゾウを音符ブロックの目の前で投げてみてください。わかりました。やってみます。おお、で、これはどうすればいいんですかー？ダスジェンみたいにやればいいんです。ゆかりさん、僕がやってみますので、見ていてください。はい先生。ずいぶん余裕がありますね。まあ助走段階ですからね。それではまずは音符ブロックを突破し、よいしょっと。おお、すごいです。そしておそらくこれで。ゴール。今回は私がやってしまいましたが、次回からゆかりさんが一人でゴールできるようにサポートしていきますね。ありがとうございます。頑張ります。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。よーし、それじゃあやっていこうか。今回のクリア率は約 2% だね。ラン、これはスピランコースかな。やっべー、強制スクロール私苦手なんだよー。かなり早めの強制スクロールだね。さあ2回目、行ってみようか。多分だけど、これはハテナブロックとかバネはダミーだよね。だからチビマリオのままどんどん進んでいこう。ちなみにこれ本当に2回目だから、内心ドキドキしてるんだよ。まあやられても先が見れるからいいんだけど、できればクリアしたいものだね。クリア率 2% だし、まだ何かしらあると思うんだけど、こんな早い強制スクロール系のコースは中間ないこと多いし、ここで決めたいね。お、レッドブル飲んだルンバちゃん、バイバイ。レッドブル、ルンバに翼を授ける。お、これはまさか。え、ゴール来ちゃった。なんか意外なんだけど。でも最後にキラーがあるし、あれに当たらないようにね。うわぁ、これ結構ドキドキする。霊夢なら当たっちゃうんだろうね。あいつは本当にマリオメーカー下手くそだからね。まあこれで無事ゴールっと。今回のステージは予想外にサクサクいけちゃったね。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。ジャストンブリッジリバー、ということでやっていきマギノギオン。お前の言ってることが理解できない。そして今回のクリア率は約 5% なんだぜ。おっと、これはルンバちゃんを飛ばせばいいのか。バービーブレイボー。さあルンバちゃん、起動せよ。なんとかうまくいったな。待つこと3時間、そんな経ってねえよ。まあいいでしょう。このままずいずいずずいのパッパラパーと進んじゃいます。さらにホコリカスもルンバで一掃。いやー、このコースは私のためにあるようなコースですね。今のところ順調に来てるが、このままいけるといいな。おお、ここでスター、私はスターレイムちゃん。完全無敵のロックンローラーレイムちゃんでーす。イエーイ、どんどんパッパ。ちっちゃめー。今日も元気にただいまギノギオン。今度は進みすぎないように気をつけないとな。裕次郎大量虐殺を見届けーのー。少しルンバちゃんが暴れ回るのを見届けーのー。音符ブロックを駆け上がりーのー。そしてそのままゴール。今回のステージは初めのところが結構鬼門だったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこの辺りで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたら、こちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。